なんということだ、我らの力が。引け、もう十分だ。今日は地下官房に囚われておられた。見ての通り救出は成功したぞ。なぜなのです、父上。宿敵であったニーズヘッグが撃たれた今こそ、嘘で塗り固められた歴史を正し、竜との対話を試み、イッシュガルドは新たな未来へ進むべき時なのです。アイメリク、愚かな息子よ。千年、そう、千年もの間受け入れてきた歴史と信仰を民はやすやすと忘れられると思うのか。行け、魔大陸へ。オルシファン卿、無事だったのだな。お前を失うわけにはいかないからな。英雄に悲しい顔は似合わぬぞ。
何も言わないでくれ。あれは友であり人々の希望であるあなたを守った。それこそが騎士の本懐。どうか今は沈黙をもって弔ってやってくれぬか。あやつの心を連れ奴らを追ってくれ。どうか息子の愛したイシュガルドを頼む。行こう、オルシュワン教の魂と共に。アイメリク教と協力し、今は前に進もう。世話をかけたな、ご両人。何をおっしゃいます。怪我の具合はいかがですか。オルシュファン卿を失ったことを思えば怪我の痛みなど。裏切りこそが全ての発端であり、聖教はその真実を隠し偽りの建国神話を作った。それを千年もの間民にひた隠しにしてきた。いや、その民ですら全ては十二騎士の血に連なるものだったのだ。そうなのですね、父上。いかにして知り得たのかについてはあえて問うまい。ただそれは正しいと答えておこう。イシュガルド建国の祖であるトールダン王は配下十二騎士を率いてラタトスクを騙し討ち、僧帽を奪って喰らい、人知を超えた力を得た。
それは紛れもない友たる竜への裏切りだ。ニーズヘッグが怒り狂ったのも無理からぬこと。その後の顛末はお主も知る通り。七日七番にわたる激しい戦いの末、王は死に、十二騎士の半数ほどもまた討ち死にした。だがニーズヘッグもまた倒れ、二つの目が生き残りの騎士たちの手に渡ったのだ。古参だったのは両目を失ってなお蛇竜が生きていたことよな。奴はフレースベルグの目を借り受け蘇ったのだ。一方、トールダン王の息子であり十二騎士の一人であったハルドラスは蛇竜の目から力を引き出し、戦う術を編み出し対抗した。そう、初代青の竜騎士の誕生だ。以来歴代の青の竜騎士たちは蛇竜が目覚めるたびに死闘の果てにこれを退けてきた。さて我が息子よ、ここで問おう。果たして父が犯した罪は子が償うべきだろうか。その孫は、そのまた子はどうだ。何が言いたいのです。人の命は短い。一代でその罪をあがまえぬというのなら、いつの世代まで償いを続けねばならぬ。蜜月関係にあった竜を裏切った。王と十二騎士の行いはまさしく罪よな。だからといって罪人の子孫であるという理由をもってイシュガルドの民が永遠に苦しまねばならんのか。わしにはできんよ。不祖の罪のため我が子がイシュガルドの民が殺されていくのを黙って見過ごすことなどな。竜は悠久の時を生きる存在。裏切りの記憶を抱えた奴らに謝罪など通用せん。なればこそ子らを守るためには命がけで戦わねばならん。そして命を賭すために人は理由を必要とし、戦いに身を投じるためには正義を求めるものなのだ。たとえそれが作られた正義であったとしてもな。いいえ、それは違う。断じて違う。なぜ自らの世代で遺恨を断ち切ろうとせぬのです。なぜ未来にその枷を背負わせ続けるのです。父上のおっしゃりようは支配する側の詭弁だ。子を守ると言いながらその子らにこそ血を流せと命じているに過ぎない。そうだ、貴族と平民とを隔てる仕組みもまた効率的に戦い、子らが暮らす国を守るための方便よ。千年後の謝罪が何になろう。お主の言っていることは赤子の道理に過ぎぬ。ではと、戦で父を、夫を、そして子を失ったために
そなたらの家族は偽りの正義のために死んだのだと、それが真実なのだと、そう伝えるのだな。歴代の教皇が偽りと知りながら、千年の長きにわたり戦い続けてきたのはなぜか。どうやらお主にはまだ見抜けてはおらぬようだな。失望したぞ、我が息子よ。だが千年の禍根を断つという点においては、わしもまた決意を固めている。真の変革のためにな。そやつは地下牢につないでおけ。他に真実を知り得た者がいないか、よくよく調べることも忘れぬようにな。御意。その様子、過去を見たようだが、大丈夫か？これが超える力、その能力。星の光が君に宿した力なのだな。今君が語ったことが全てだ。私は父上の、いや、トールダン七世の言葉にこれ以上切り結ぶ刃を持たなかった。言葉とは時に空虚なもの。人の意志こそが真理を貫くのだと私は友に教えられました。しかし、その言葉が気になります。歴代の教皇が千年戦争を続けた理由と、真の変革。その点については、私も考えてみた。教皇庁でまみえた蒼天騎士たちは、人知を超えた力を見せた。確かに。オルシュファン卿を倒した際のゼフィランの力は異様なものでした。建国の神話に謳われるトールダン王の円卓に集う12人の騎士たち、ナイツ・オブ・ラウンド。彼らは聖なる力を帯びていたという。歴史は人によって綴られ、宗教は神話を作り出す。やがて人の思いで作られた嘘は、人々が望む物語に変わり、偽りの真実となる。まさか氷の巫女がその体に牙を宿したように、彼らもまた己の身に伝説の存在を降臨させたとすれば。まさに蛮神、すなわち神おろし。なんということだ。飛空艇で逃げ去る際、教皇はこう言い残した。マタイリクと
それが何を示すのかは分からない。しかし万神の力に手を染めた者たちを放置することもできない。そうだろう。彼らを追わねばならん。強行、いや万神ナイツオブラウンド。